恩意平行を忘れず。10章ですね。さて、話を聞かせてもらいましょうか。ナンバーはどうした？弟さんに会いに行くってすっ飛んで言ったわよ。本当に無事か確認したいって。そりゃそうだろうな。でもマジでよかったよ。正直俺はもうダメかもって思ってたよ。まあたまにはいいニュースもあるもんだ。ねえ、でもなんちゃんとここでお別れかな。あいつはもともと弟を探してこの町に来てたんだ、うん、だからもう俺らとつるむ理由がねえ。そっか、そうだよね。とりあえず今はあいつを吐かせることだ。そんじゃ始めるとするか。怖え。ほどいてやってくれ。大声を上げんなよ。変な真似したら容赦なくぶん殴る。逃げようとしてもぶん殴る。聞かれたことに答えなかった時もぶん殴る。脳筋プレイだ。小笠原、あんたは近江連合とどうつながってんだ。どうして近江の連中を自在に操ることができるんだ。後まで表現されてる。答えねえとどうなるか。さっき言ったよな。殴るなんてそんなことなさらずに。はあ、な、生ぬるいこと言ってたろこいつは。今頃近江連合はあなたのことを探しているかもしれませんね。ですがそれにはまだ時間がかかるでしょう。あなたの爪を全部剥がすくらいの時間はあるはずですよね。忘れるな。お前らのおかげで我が家は焼け落ちた、うん、爪を全て剥がされてもそれで終わると思うなよ。分かったか、うん、じゃあ近江連合との関係話してもらおうか。なんでお前が近江の手綱を握ってるのか。それからだ。近江の手綱を握っているのは私じゃないでしょうね。じゃやっぱり都知事が。ああ、うん、青木亮。そうだ、知ってるだろう、うんうん、都知事は青木亮って名前を使うようになる前もう一つ別の名前を持ってなかったか。隠すなよ、全部お見通しだ。いや、え？知らなかった。荒川正人。なんでその名前を。俺は昔あの人を若と呼んでた。そして若に俺は一と呼ばれてた、うん、まだ登場会だった頃の荒川組でな。そりゃビビるよね。やっぱり青木亮は荒川正人だったんだな。私があの人に会ったのはもう20年近く前。留学先のアメリカだった。政治と経済を専攻していて頭の切れる学生って印象だった。名前はその時から青木亮。ああ、
もう一つの名はもっと後で知った。車椅子使ってなかった。ただ前はそうだったと聞いてた。昔はそんなに体の具合が悪かったのか。ああ。なら多分渡米した後治療を受けたんだろう。アメリカでなら未認可の手術だろうが、金さえあれば何だってできるからな。なんでそう思う。アメリカで何不自由なく豪勢な生活をしてたからさ。金持ちってのは一目で分かった。まあそれを見て俺も付き合って損はない相手と思ってたよ。そして卒業して日本に戻った時、俺は改めて知った。あの人が金持ちだと思ってはいたが、そのレベルは想像以上だったということ。そして金を持ってるだけじゃなく、裏社会とも太いパイプを持ってるってことをな。うなるほど金があり、裏の力さえ動かせる。羨ましいほどの環境だ。でもあの人は何一つ満たされちゃいなかった。あの人は全く別のものを求めていた。全く別のもの。表の力だ。表の力。世の中には金にもヤクザにも従わない人間。堀之内だ、堀之内。その相手を屈服させるものは表の力こそその答えだと言っていた。鼻でけえな、堀之内。表の力とはつまり人気だ。あ、人気。幼稚な発想だと思ったが何も分かっちゃいないな。じゃあ教えてくれ。文字通りの意味さ。日本の民主主義で人気者に勝てるのはそれを超える人気のある人間だけ。他の者が文句を言ってもやっかみにしか聞こえない。なるほどね。人気は金や裏の力じゃ手に入らない。だがそれを手に入れない限り絶対的な権力も手に入らない。そしてあの人はあるポジションに狙いを定めた。それが東京都知事。そうだ、東京都知事こそこの国で最も人気を効率よく権力に変えられる存在だ。あ、なんでだよ。だったら総理大臣とかの方が偉くねえか。総理は民事党の政治家たちが内々で決める役職に過ぎない。今で言えば民事党の連中が慣れ合いで決めてるだけだ。でも都知事は1000万の都民から直接選挙で選ばれて初めてなれる役職だ。つまり得票数がそのまま権力の大きさを表すわけさ。でも金は国家予算とか総理大臣の方が動かすからな。バカめ。都の予算規模は14兆円。やっぱアジアやヨーロッパの一国に並ぶんだ。リアルな人気に支持されつつ法外な金が扱える。これ以上の権力がどこにある。だから青木亮は私と出会った当時からすでに都知事の座を見据えてた。そして私はその遠大な計画のパートナーとして選ばれたんだ。ブリーチジャパンの設立もその通過点に過ぎない。パートナーね。しもべの間違いだろ。大変じゃねえか。若は人使いが荒いからな。じっくり小笠原から聞き出してやろう。あ、変わった。さて続けていこう。ブリーチジャパンを作ったのは若の考えだ。それともあんたの。あの人もだ。世の中のグレーゾーンをなくそうってお題目も。ああ、その話を聞いた時は私も青臭い上にありきたりなスローガンだと思った。へえ。なのについてったのはなんだ。ただあの人は荒川組の力と金で最初からある程度の人員を組織できたからな。
そこが他の人間にはない強みだった。政治はスローガンじゃない、結果が全てだ。結果が出せる可能性がある以上、ついていって損はないと思えたからさ。やっぱ若はあんたみてえなのを操るのがめちゃくちゃうまいな。頭が良くて金と力に弱い人間ってのもよ。ちゃちゃ入れて悪かったよ。それからブリーチジャパンも結成当初はちょっとした若者の集まりとしか世間に認識されていなかった。もっぱら活動も腐敗の根絶、平等で公平な社会、そういうことをひたすらあちこちで叫び続け、金と時間を使っていた。そんだけ？そりゃ金と時間の無駄遣いってもんだ。俺も最初はそう思った。でもあの人にはその先が見えていた。よく分かっていたんだ、今の時代ってやつを。今の時代ってやつ？腐敗を断ち平等な社会の実現、確かに聞こえのいい言葉だ。でもそんな青臭い言葉でも懸命に叫ぶ人間を誰も批判したりはしない。むしろ世間は褒めてくれる。叫ぶ人間が何者であってもだ。学もなく努力したことさえもない、そんな若者でも世直しを叫ぶだけで人々に褒められる。叫ぶ本人も何かを成した気になれる。でもそりゃファッションでやってるだけの連中だろ。そこなんだよ、私たちが集めたかったのはそういった輩だった。今の時代そういう人間は吐いて捨てるほどいる。そして予感は的中。そんな連中が私たちの元に集い始め、組織はどんどん大きくなっていった。さらに効率よく集めるため、組織の中に桜の女性も大量に用意したよ。彼女らは熱心な信者をさらに増やし続けてくれた。クメなんかもそれで釣られた口だったな。あいつらしい釣られ方だな。その後多少の時間はかかったが、ブリーチジャパンは全国へ広がっていった。すると思わぬボーナスもあった。ボーナス？グレーゾーンってやつを追求すると、大抵地元の腐った権力者たちが関わっているものでね。そういった政治家や役人は脇が甘い人間が多い。そして同時に金と裏社会の権力にはめっぽう弱い。腐ってる連中はそういうもんだろうな。だからそういう連中に取り入って弱みを調べ上げるのは簡単だった。でも簡単な割に明るみに出れば一瞬で破滅するような裏の情報がたくさん手に入った。それがボーナスか？そうだ、その情報で我々はいつでも彼らを好きに操れる。ま、どっちもどっちだな。今ブリーチジャパンのメンバーは何人いるの？全国の支部を合わせれば常駐する人間が500。500か。ただしデモに参加するだけのものなら10万はいる。めっちゃ10万。そのトップにいる人間を君らは今監禁しているんだ。ハッ、肝に銘じとくよ。私からも一つ聞いていいか、春日さん。ん？あんたはここで何をしてるんだ？元荒川組なんだろ？なんなら私から知事に頼んでもいい。組に戻りたければそうできるようにしてやる。ふん。よく考えてみろ、偉人さんの肩を持ってこの先どうなる？そんな面倒なこと。こいつが助かりたいだけだぞ。おい、確かに面倒なことになっちまってるな。そうだろう。だったら今すぐ私を解放しろ。
それが最もお互いに良策だ。勘違いすんじゃねえ。俺は組に戻りたいわけでも、偉人さんに味方してるわけでもねえ。あ？うちの店長を殺した奴を追っかけてただけだ。そもそも、マブチやあんたらの計画なんて、俺は全く知りゃしなかったんだ。頭のいいあんたならわかるよな。俺らがここまで動いてきた理由ってのは、鼻から損得感情じゃねえ。強いて言いや、売られた喧嘩を買ったことがきっかけだ。そして先に喧嘩売ってきたな、そっちなんだぜ、小笠原。簡単にはいかなかったな。次からはもっと慎重に言葉選ぶんだな。すいません、ちょっと今マイクに風がブワッと当たったかもしれん。もうまだありそうですね。続きをやろうか、小笠原さんよ。ブリーチジャパンを広げて、その後あんたと若は組織の全国展開を見届けると、あの人は次のステップに移った。メディアへの積極的な露出の働きかけだ。そしてそれも狙いは的中。精力的に活動するブリーチジャパンの設立者として、いろんな取材が殺到した。テレビコメンテーターにもなり、世間の評判は上々だった。笑顔の時のあの人は爽やかで、カメラ映りがとてもいいからな。若の笑顔が爽やかって、テレビ映りってそんなに大事なもんかね。大事なんてもんじゃない。発する言葉も大事だが、誰が言っているのか、その顔つきはどうなのか、それが全てと言ってもいい。で、それから、いよいよ。ああ、そして2010年参院選で初出馬した。その時政治にかける決意を表明し、ブリーチジャパンを脱退。表向きの話ではあるがね。だろうな。だって今もあんたはあの人の言いなりだもんな。ちょくちょく煽るな。続き話してくれよ。めっちゃ怒ってる。プンスカしてるよ。参院選では民事党の推薦も受けて初当選、楽勝だった。そして2年前には都知事選へ立候補した。その時も楽勝だったんだろう。楽勝か。え、違うのか。知名度、好感度ともにあの人は飛び抜けていたし、資金に困ることもなかった。さらに荒川組が対立候補たちの弱みを探り出してくれていた。どう転んでも負けがないように、あらゆる手が打たれていた選挙だった。楽勝どころかパーフェクト、完全勝利だった。パーフェクト。その勢いのまま、知事就任からわずか半年後に、例のカムロ町産経作戦で東上会を駆逐し、世間はその手腕を絶賛した。まあそれも荒川組から知事に、東上会の内情が筒抜けだったおかげでできたことだけどな。その時の様子がこれだな。ああ、この極道を一掃した戦果が青木知事の人気を不動のものにしたんだ。極道を一掃って、結局すぐ近江連合の連中に取って代わっただけだぜ。確かに、東上会の消えた神室町にはすぐに荒川真澄が近江の極道を引き込んだ。そしてその見返りが若頭代行の地位だったんだ。でもそのことに世間は文句を言わなかった。近江は派手な戦争をして神室町に進出したわけじゃない。東上会が一掃されて、そこからしばらくして穏便にことを進めていたからな。
でも誰か気づくだろう。登場会がいなくなったとしても、チンピラくらいどの町にもいるもんだ。それが近江なのか誰なのか、世間は興味なんて持たないよ。そこも計算づくか。まあな。そして結果は、荒川親子は手を取り合って成り上がった。親父は若頭代行に、そして知事も日本最大の組織近江連合という後ろ盾を得た。でもよ、ちょっと待てや、ちょっと待てや。世間はどうであれ、警察はさすがに気づくだろう。その時警視庁は何も言わなかったのか、近江連合の東京進出に。ああ、警視庁はそれを黙認せざるを得なかった。そういう事情があってね。事情？登場会が消えてた瞬間から、すぐに大門を持たないギャングがいくつも現れるようになった。彼らは少人数で思い思いの犯罪を起こすだけの連中だよ。秩序も横のつながりもなく、警察にしてみれば情報を手に入れづらい。カムロ町の検挙率は目に見えて下がり始めた。しかし近江連合が町の裏社会を牛耳ったなら、何かあっても知事や荒川組を通して話し合いができる。警視庁が手っ取り早く荒れかけた治安を取り戻すのに近江は有用だった。皮肉なもんだよ。ヤクザを消した後に必要なのがヤクザだったとはね。なるほど。おまけに警視総監は荒川組から賄賂を受け取ってる。そうだろ？つまりそのズブズブの関係を取り持ってやった張本人が都知事だったわけだろ。カムロ町も警察、知事、ヤクザががっちり三すくみとなりゃ、偉人さんのことを笑っちゃいらんねえな。あんたは何だ？何が言いたい？警視総監の堀之内は近江に町を牛耳らせて賄賂まで取ってるはずだ。そんなことまでは知らない。とぼけるな！登場会が消えた後、カムロ町に近江連合が来て、それをよしと警察が認めたってことは、そのトップだってそれを認めたってことだ。ただでそれを認めるか？堀之内はそんな人間じゃねえ。絶対にメリットがあったはずだ。何を証拠にそんなこと？だからその証拠を聞いてるんだ。何かその証拠はねえのか？あるだろ。あ？ないよ。あったとしても私が知るわけない。私は知事のしもべでしかないんだから。この野郎！足立さん、落ち着けよ。なあ、なんで都知事の若が今偉人町にまで手伸ばしてきてんだ。それも若の意思なのか？ああ、ただ狙いは偉人町というより荻窪豊かだ。荻窪豊かね。都知事選で圧勝し、メディア活動も高く評価されて以来、青木亮の影響力は内閣でさえ無視できないところまで来ていた。しかし民事党の重鎮幹事長の荻窪豊かだけは動じなかった。さすがの貫禄だね。でも狙うにもあんたらには手ごわすぎる相手じゃねえの？ああ、普通に考えたら手も足も出ない相手だ。でも知事はすぐ荻窪の正体に気づいたそうだよ。荻窪は裏社会の力を飼いならしているということにね。若すげえな。掴んだろ？いや、でもあの人には確信があった。なぜなら知事も同じやり方でのし上がってきた人間だ。同じ匂いを持つ人間に出会えば瞬時に見抜くものさ。荻窪を潰せばその後釜に座れるのは自分だけ。他に邪魔する者はいない。はあ、でもそう簡単に行くか？知事の行動は十分に賞賛があってのこと。だからこそわざわざ偉人町に目を向け始めたんだ。偉人町には
荻窪と裏社会のつながりを暴くネタが必ずあると睨んだんだよ。なぜなら同じ穴のムジナだから。てか品のない言い方だが、そういうことだ。で、その計画の実行のために異人町のブリーチジャパンにあんたが送り込まれた。だな。そしてまずはハンピン・リューマンのマブチを取り込んだ。ひょっとして自分らには近江の後ろ盾があって、協力すれば近江でいい肩書きを約束してやるなんて、マブチにちらつかせたりしたのかな。マブチは以前から異人帳を三つに分け合うことに不満を持っていた。その上マブチはハンピン・リューマンのナンバー2、不満分子で影響力も大きい人間、いい人間に目をつけたもんだね。そのマブチに、あんたはうちの店長を殺させた。自殺に見せかけて。あの殺しが異人さん同士を疑心暗鬼にさせる火種になった。あれを言い出したのは誰だ。マブチだよ。肉の壁を熟知してこその案だ。だがさすがに私も殺しには賛成しかねた。でも実際に店長は殺された。だとしたらあんたは賛成しなくとも誰かは賛成したんじゃねえのか。そうだろう。いえ、賛成したのはあんたのボス青木亮だろう。ある日知事にマブチの計画を報告した。リスクの大きい話だけに、私はあらかじめ別の計画も考えておいた。でも知事の判断はマブチの計画で何も問題ないだった。荻窪を出し抜くには大きなリスクもやむなしと。ただしその分リターンは大きいはずだと。人を殺すのに何も問題ないかよ、若。そうやって肉の壁に入った亀裂を誰かさんが広げていった。俺のせいだと。気を悪くするな。お前でなくとも亀裂を見た誰かがいずれは動き、混乱は起きていた。そしてマブチはその様子にあれこれ難癖つけて、結果的には清流会を必ず抗争に引き込む気だった。そうだ、そうやって起きた混乱の中に荻窪と裏社会がつながる何かが見つかるはずだった。そして異人さんを何十年も支えてきたという偽札事業が現れた。予想は的中したんだ。予想は的中？カッコつけてんじゃねえ。結果的に見つけただけだろ。そうだ、その情報を持ち込んでくれたのは君のお友達だった難波さんのおかげで、偽札のこともその心臓部の位置も我々は掴むことができた。今日近江連合を大動員できたのもその情報があってこそだった。ぜひお礼が言いたい。彼は今どこかな。調子に乗るな。余計な口は聞かなくていい。はいはい。ソギ、この後はどうなる。偽札事業を潰された以上、もはや荻窪豊に特別に力はない。その時点で青木亮の目的は達成されたはずだ。今後異人帳がどうなるかは奴の出方次第だ。コミジュルの女王ともあろうものがのんきな。何？この町もカムロ町と同じ運命さ。なんだと？好きやらばなんか余計なこと言うな。ここも時期近江連合に牛耳られる。もう彼らを止める肉の壁はないんだからな。そうだろう。はいはいはい。ヤクザだ、こっちに向かってきたる。こっちの場所がバレたのか。奴らの数は見かけたら5人くらいだけどよ、
いろいろ連絡取り合ってるようだったぜ。応援寄ってんのかも。その情報もう少し早く欲しかったですね。うん、来た来た来た。うおお、あいつまたあったかお前。わしはどうも踊れないが鼻が利くらしい。しつこいの。村長、悪いな、お前らを隠しきれなくて。いや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 、そんな、謝るのはこっちです。ちょっと回復スポットが。私はここだ、早く助けてくれ。小笠原さん、この手なら沢城の頭に伝えてもらいます。わかった、わかったから早く。こいつ沢城の頭。よっしゃ、張り切っていくぜ。皆殺しにしたりゃ。調子のこちらだ。よっしゃ、なんか久々のバトルやな。うわ結構入ったね、やっぱ気持ちいいね。銃はせこいぞ。銃は5人しかいない、少ないな。お、ナイスガード、ナイスタイミング。あたね。オーケー。こっちかな。ほいほいほい。ナイスー。あー久々に妨害されたな。奥の手。うわやっぱ結構入るね。成長を感じます。エリちゃん基本的に火力高いんで。ざまみろ、してやったりだぜ。いいえ、あいにくですがしてやられました。連れてかれたか。どういうこと。小笠原を連中に奪われてしまいました。どうやら痛み分けだね。いいさ、奴に聞きたいことはあらかた聞けた。本当にすんませんでした村長。俺らは住むなと言われてるところに勝手に住んでるんだ。何されたって文句言えたぎりじゃない。でもはい、今度人をさらうときは俺の目の届かないとこでやってくれ。わかりました。え、いや、そんなのもう二度としませんよ。多分。多分。春日、星野から電話だ。清流会の。会長から？この番号にかけてきたのは初めてだ。またトラブルの予感がするな。そうか。いや、コミジルのシステムはほとんど燃やしたんだね。ああ、だから私も同じ。偉人町で今何が起きているのか知りようがない。そういや、清流会も下の連中が荒れてたんだったよな。そうだ、戸塚はそんな風に言ってた。復旧の見込み？システムがどの程度焼け残っているかによる。戻ってみなければわからないな。でもどの道今すぐには無理だね。うん、
わかった。会長、何だって？青龍会は何とか下の反発を抑え込んだらしい。若頭の高部が治めた。そうか、あの頭無事だったんだな。高部の頭。電話ってそれだけか？いや、半品流満で問題が発生してる。ずっと蝶と連絡がつかないそうだ。え、蝶と連絡が？生きてるか死んでるかもわからない。それでコミジュルの監視システムが使えないかってことだったんだが。でも焼けちまって動かせないだろう。その通りだ。蝶は俺らにコミジュルを手助けしてくれって電話をよこした。その時あいつハンピン・リューマンもクーデターが起きてるって言ってたんだ。そうしたいけど、ハンピン・リューマンは今クーデターの真っ最中でね。マブチのやつが偽札の件で下の連中煽ってやがんだよ。たくん、ああ悪い、もうのんびり話せなくなってきた。やるしかねえな。だろ孫子さんよ。やるしかって何をだ。蝶はよ、自分が危ねって時にコミジュルの方を心配してやがったんだ。ハンピン・リューマンじゃなくコミジュルに加勢してくれって言ってたんだぜ、うん、その男がピンチなんだ。あんたら黙ってていいのかよ。確かに偉人さんがオウムに乗っ取られたくねえって言うなら、こっからはもう偉人さんと助け合ってやるしかねえ。俺はそう思うぜ。カズが、お前本気でこれから蝶のとこに行くつもりか？もちろん本気でしょ。おうよ。いいかお前ら、クーデター真っ最中の組織のトップを助けようなんて正気じゃねえぞ。分かってんのか？正気じゃねえか。かもな。足立さんは反対か？誰が反対なんて言った。俺ももうちょいで堀の内を追い込めるとこまで来てんだ。そうよ、私たちみんなスタートはどうであれ、自分らが求めてた真実にどんどん近づいてる。そうだよ。まあ終盤だね。終盤だよね。それもこれもちょっと鼻声で関わってきてくれた仲間のおかげだ。孫子さんよ、俺はあんたたちも今は仲間だって思ってるぜ。かすか。で、できればさ、ぜひコミジュルさんにも一緒に本気になってもらいてんだが、どうかな？分かった。そう来なくちゃ。ま、助けが欲しいかくらい蝶に聞きに行ってやろうぜ。で、おせっかいだって言われりゃほっときゃいい。いいよ一番、もうそんな奴らほっとけよ。あ、ナンバー来た。ナンバー、今弟に会いに行ってたんだ。孫悲が言ってた通り生きてたよ。さっき解放もされた。そっか、よかった。本当によかったじゃねえか。ああ、なんだよ、もっと喜ばねえのかよ。それよりお前に言いたいことがある。なんだよ、改まって。一番、偉人町はもうなるようにしかならねえ。ほっとけ。え、だいたい偉人さんがどうなろうとお前には知ったこっちゃねえだろ。なんだってお前がそこまでやんだ。こんな町早いとこ出りゃいいだろ。なんでこれ以上面倒にわざわざ首突っ込む必要があんだよ。心配してくれてんのか。お前の人よし加減に呆れてんだ。そんなんだから俺みてえのにまで利用されちまうんだ。利用される？そんな風に思っちゃいねえよ。お前は弟さんのためにやるべきことをやってただけだろ。ああそうだよ。そのために俺は野々宮を殺した連中とも手を握ったんだぞ。あんなひでえ連中とだぞ。でもそれはよ。でもじゃねえよ。俺の手はすっかり汚れちまったよ。手だけじゃねえ、身も心も腐っちまった気がするんだ。それもこれもクソみたいなこの町のおかげでな、俺はもうこんなとこうんざりなんだよ。ナンバ、このままここにいて人の頼みばっか聞いてたらろくなことにならねえ。今の俺と同じ気持ちにお前もいつかきっとなる。そんなの嫌だろ。はあ、なあ一番、
まず自分の人生を先に考えろ。18年も無所にいたんだからよ。これ以上他人の面倒に巻き込まれることはねえって。巻き込まれるのは俺だけじゃねえ、この町の連中もだ。え？もともとは青木亮と荻窪って二人の権力争いがこの町を飲み込んじまうように飛び火して全ての騒動が起きてんだ。うん、俺はその騒動の中の一人でしかねえ。しかも他人事じゃねえんだよ。俺青木亮とは同じ親父を持つ仲だ。向こうは認めねえだろうが、俺は若と兄弟みたいなもんだと思ってきた。だからよ、あの人がこの騒ぎに関わってると知った以上、もう他人事みてえな顔はできねえんだよ。そうかよ。まさかそこまでとはな。お人よしってか。お互い様だよ。だって俺のためにさっきの言葉必死に言ってくれたんだろ。ありがたいと思ってるぜ。同じ仲間としてよ。やめてくれ。俺は仲間なんかじゃねえよ。いや、俺は気づいたんだ。うん、俺らはやっぱ同じもん同士の仲間だよ。どこが？難波も俺も足立さんもさっちゃんもみんな本当のことを知りたくて、その気持ちに素直に生きてる人間なんだ。この嘘だらけの世の中に流されないで本当のことを知りたい、そういう人間の集まりなんだなって思うんだよ。だろ？もういいよ、そういうのは。じゃあ俺は行くぜ。そっか。でもさよならは言わねえぜ。またどっかで会えるはずだしさ。それに呼んでくれたら俺らもすぐ駆けつけるし。せいぜい達者でやってくれ。いや、この後の結末知ってるからな。仕方ねえよ、あいつの気持ちもわからんじゃねえ。よし、じゃあ一丁行くか。分かってる。ソンヒ、お言葉ですが、できればとどまっていただけないでしょうか。どういうことだ。今コミジルでは皆不安にしています。ソンヒにはぜひ皆のもとにいていただきたいと存じます。何卒ご理解いただきたく。保護者。まあいいってことよ。確かに加勢を頼んだけど、そっちもそっちで大変だもんな。気にすんな。そうはいかん。春日よ、悪いが私はコミジュルを見に戻る。だがその代わりに半巡業を残していた。いつでもお前たちと連絡を。ようやくだ。マジで？そりゃありがてえ。何なりとお申し付けくださいませ。来ました。もう何勝ぶりの仲間加入でしょうか。将が春日たちをよこしてくれたおかげで我々は荻窪に義理を果たせた。我々もお前たちにできる限りのことをする。役に立つ男だぞ。半巡業強いからな。知ってるよ。知ってるよ。俺も一人で大丈夫かな。コミジル一人で帰れる。めっちゃ無礼。そうか、半巡業。はい、未了戦の怒りになりにくい強い精神を持ってると。なるほど。じゃあちょっとね、キリがいいので今回はここまでに、ね、したいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。お疲れ様でした。またね。